ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。よろしくお願いします。お願いします。藤枝前 FC でございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ということでございますけれども、はい、ね、藤枝について今日は、先生に教えていただきたいということですけど、やっぱりね、はい、スーパーオフェンシブチームの藤枝ですから。そうですね、はい、今年ね、もしかしたら一個ね、実は皆さん知られざる記録を作るかもしれないという藤枝さんで、おうおうおう、もしかすると、はい、あのまあすごい難しい記録なんですが、秋田でもなく川崎でもなく、はい、あのボールダッシュの位置が一番、はい、高いチームっていう、すごいですね。でもそれすごくないですか。いや、すごいなと思います。ほう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 。まあもちろんまだ数試合残ってるんでまだわかんないですけど、うん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 、最もボールダッシュの位置が高く、カウンターとしてもめちゃくちゃ効果的なチームだったんじゃないかっていうのが2020の藤枝という形になってますね。この後ね、あの図を見ていただきながら、今シーズン戦ってきたメンバー、そして来季以降どうなっていくかようなこともね、先生にお話しいただきたいと思います、うん。それでは見ていただきましょう。こちらです。ドン出ましたメンバー。はい、はい、こんなメンバーでございま す、はい、ね、全チーム中の中ではちょっと珍しく、うん、はい、パリ世代がいないっていう。本当ですね。あと全体的に年齢層も高いです、ね、高めですね。まあ、ジェシーはどちらかというと高いチーム多いですけども、そんな感じになっております。まずは今日の見方からね、はい、いきましょう。いし、はい、ゴールキーパーがピンクでございます、うん、はい、センターバックが青、サイドバック、ウィングバックが、水色ですね、うん、でオレンジ守備的なミッドフィルダー、黄色攻撃的なミッドフィルダー、はい、黄緑がサイドアタッカーやウィンガーになりまして、緑がセンターフォワード系となっております。そういうことになっております。縦軸年齢になっております、はい、生まれ年現在の年齢、オリンピック世代の区分け4年ごとということになっております。縦横軸で楽しんでくださいと、うん、選手の周りに、黄色の枠でくくってある選手が、まあ、主力ということになっております。そうですね。継ぐ層の選手が、ピンクという感じで囲っていただいております。うん、はい、それでは先生よろしくです。お願いします。あ、選手の左側に星マークがある人はレンタルで今どこかに行ってて、はい、矢印がある人はどこかから来てるって思ってください、ね。はい、わかりました。はい、ではゴールキーパーからでございます。はい、お願いいたします。はい、基本は変わり多分ないと思うんですが、はい、唯一あるのかなと思うのが、白森選手なんですよね。移籍があるかもしれないという。まあ今3番手枠になるのかな、一番今で言うとね。そうなんですね。はい。じゃあ、なんで彼なのかと言われると、来季も確かに、まあ藤枝はおそらく J3 の可能性が高いですが、今回は JFL の方から、1チームないしは2チームほど昇格してくる可能性があると。はいはいはい、今のところこれ収録時点では宮崎はもう決定してるという形ですと、うんうん、ってなった時に白森選手もともと JFL も経験したことのある選手なんですよ。はいはい、なんで FC 大阪でね、はい、うん、JFL も J3 も知っている、そんな選手ちょっと欲しいよ ね、 ね、で今までの傾向でもそういう一つ上のカテゴリーの今を知ってる選手をちゃんと取ってきたっていうチームがその傾向があるわけだね。そうで、その、うん、でそのチームこそやっぱりちゃんとこういい活躍とかいい結果を残してそのシーズンを終わるっていうのが昇格チームにはあるあるなので、はいはいはい、まあ、可能性はゼロではないかなと思っております。なるほどなるほど、はい、うん、続いて今度センターバックでございます、はい、全体的に年齢が高めではありますね、ベテラン多めですね。はい、そうなんですよ、うんうんうん。そこがちょっと気になるところではあるなぁといったところではございます。はあ、そろそろこう若手の若い血も入れていこうというね、ところもあるでしょうか。そうですね。はい。ただ、とはいえ、大体メインでやってるセンターバックっていうのが、うん、まあ大体、真ん中にいる秋山さんとか、はい、まあ川島さん、このあたりに加えて、あとはベテラン陣の誰かが出てきてる状態。で、来季見据えても岡山からもうセンターバックの増田茂人選手取ってるのもあるので、はい、もうここの中からプラスアルファっていうのはそこまでいないのかなと思っております。うん、なるほど。この辺は結構スタメン固定気味ですよね。そうですね。センターバックに関してはね。そうなんです、はい。ただ、うん、やっぱり全、このセンターバックの上の方々、秋元、那須川、浅田、はい、この3人から、1人くらいはその出場機会を求めてどっかってところに、どこか違うチームに移籍してもおかしくはないかなとは思います。うん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 、なるほど。で、そうなった時に、うん、僕は1人移籍藤枝取るんじゃないかなって思う選手が。はあ、現鹿児島のセンターバック、はあ、青山直明選手。あ、そうですか。なぜそこに先生は。元清水なので、ええええ。やっぱちょっと静岡にっていうのはちょっとなんかないかなっていうのを一つ思っている。はあはあはあ、そういうつながり予想ですね。はい、これ実は鹿児島編の方でも話したんですけど、うん、逆に鹿児島としては地元出身欲しいので、うん、この藤枝から鮫島大迫望みあたりをちょっと欲しいんじゃないかななんて。その辺の交換。
条件が足りさつんじゃないかという先生の中でピーンと来てるわけだ。勝手ながらお見立てですね。ああ、そう。はい。で、プラスやっぱり、まーさんがおっしゃった通り、うんうん、若手一人センターバック欲しいんじゃないってので、はいはいはい。そんな清水からセンターバックのりえがエリック選手。うんうん、おお。まじ、あの、育成の要素も込めましてということですか？そうですね。今年高卒ルーキーの選手で、今年はあの、町田に、J2 町田にレンタルで行ってるんですが、ちょっとなかなか出場機会詰めなかったっていうのがあるんで、J2 じゃなくて J3 とかっていうのはありそうだなと思っての話となっております。うん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 、はい。はい。なるほどね。続いてでございます。続いては、水色なんですが、ちょっと離れて水色と黄緑の2つの枠でちょっと話していきたいと思います。ここ何かというと、うちは基本的に3バックなので、サイドバック、ウィングバックだと、ウィングの選手がね、そのウィングバック務める傾向もあるから、はい、まあ、サイド枠って考えていいのかなとはちょっと思っています。うん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 、となった時に、うん、まあ、久留美選手が、まあ、今年の活躍見てみるとめちゃくちゃいい活躍してるので、はい、実とかのステップアップがゼロではないのかなとはちょっと思います。うん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 、で、その代わり、なかなかね、あの、こういうコロナ禍という時代で、有望な若手とかをドンと取ってくることはちょっと厳しいですから、はい、一人こんな人をロックオン渡させていただきました。はい。日体大4年生。うん、はい。伊藤純也。伊藤純也さんがいるんですか？日体大に？はい。あの、伊藤の塔が東の場合には今ベルギーのヘンクにいる伊藤純也さん。あの、多い方の伊藤さんなんですよ。今度来るのは。藤枝の藤の方。はい、そうなんですよ、はいはいはい。まさにそこを考えて持ってきたんですけど。あ、そうですか。あの、久留美選手が右だってのもあって、やっぱ右のサイド一人必要だなと思い、うん、やっぱ若い頃から、じゃあ名前を残してきて、で、もともと藤枝、まあ、去年もあの、稲積選手取ったりもしてるので、うん、日体大ルートある程度あるんじゃないかなっていうところから。なるほど。で、この伊藤純也選手はもともと FC 東京の U18 出身で、うん、その時にあの、U23 チームでもちょこちょこ出てたんですよ。うん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 、そこから今日体大に行ってもキャプテンかな務めてる感じで。そうで、そんな逸材、はい。で、うん、そんな逸材がまだ、あの、決まってないっていうのがあるから、へー、いや、ちょっとこれは、稲積さん先輩の力で呼んでくださいよって含めて。ね、先生、はい、何の根拠があるわけじゃないですもんね。ないですね。そういう選手が来たら面白いとか。面白そうだな。あるんじゃないかって、まあ、根拠ないわけじゃないですけどもね。なんか噂があるわけじゃ現状ないっていうこと、うん。ただ、ぴったりハマれる可能性はない。なるほど。うん、やっぱサイドアタッカーなんですか？サイドも、あと、いわゆるシャドウみたいなポジションもできるので、やっぱね、3、4ポジションできる人っていうのは、やっぱりかなりいいじゃないですか。こういうコロナ禍の過密のシーズンで考えて、来年も再来年も続くから。なるほどね。いいんじゃないかなって思って。得力あるんだよな、いつもな。ありがとうございます。IJ。ありがとうございます。はい。そして続いて今度、守備的なミッドフィルダーでございます。はい。はい、まあ、ここはもうすごいラインナップで、うん、松岡、枝村、そして、まあ、レンタルで帰っちゃうかもしれないけど、うん、まあ、姫野選手ともいるので、はい、で、はい、ただね、鮫島選手だけ、僕、鹿児島ロックオンされててもおかしくないかなと思っていて。鹿児島。はい。はい。まあ、地元にね、もう、帰還という形でもゼロじゃないかなと。なるほどね。その代わり、うん、一人取れればでかいなと。ボランチ、はい。はい。ちょうどね、収録前に、あ、これはと思う選手が、出てきちゃったんですね。うん、はい、え？何？これね、すごい藤枝としては、もうラッキー。はい。バンダーレ八戸。はい。抜きな昴生選手。はい。何かというと、うん、あの、もうまだまだできる選手ではあるんですが、はい、来年のおそらく移行も、チームとしての移行もあると思うんですけど、うんうん、監督交代とかも八戸はあるので、はい、抜きな選手実は来年の契約満了となってしまったんですよ、今年で。八戸、うんうん。なんで、0円移籍で取れますから、藤枝これいい感じにはまれるんじゃないかなと僕は思っています。相手藤枝にってことなんですね、先生。そうですね。そうなんです。このポジションだからね、ちょうど人数的に。そうなんでございます。はあ、はあ、いいんじゃないかと思っております。へ、で、続いてでございます。はい、今度は黄色ですね。はい。黄色の欄なんですが、うん、まず多くない？多い、人数がたっぷりいらっしゃる。そうですね。選手。まあ、一人今レンタル出てるのはあるんですが、はい。まあ、若手の二人、横山、川上あたりがそこまで今シーズンはちょっとつかめなかったのもあるので、うん、もしかすると来季レンタルとかもあるのかな、というのはあります。はい、ただ、レンタルで一人二人出したとしても、うん、それでもまだこのポジションちょっと多いなっていう状態なので。そうですね。そう見えますね。はい、そうですね。なんでここは、まあ、いわゆる新戦力取るというかは、現有戦力、まず、ね、そのまま残すっていうのが一番良さそうだなと思いますね。はいはいはい。うん、特に最近、このやっぱりベテラン矢沢達也ってのが引きまくってるんですね、はい、存在感出してますね矢沢さんが。そうなんです、うん、最初この藤枝は最初はね大石森島の2人でドーンと言ってましたけど、うん、
途中でお二方ともちょっとお怪我があるときに、はい、今度は若手メンバーで姫野、吉平あたりがドーンって出てきて、うんうんうん、で、この森島大石がそろそろ帰ってくるかなぐらいのところで、うん、やっぱり安藤矢沢とか、うん、枝村とか、うん、そのあたりがやっぱ活躍しだしてって、なんかうまくこう、じゅんぐりじゅんぐりなってたシーズンではあるので、はいはいはい、どっかやっぱりベテランの力ってのはかなり必須だなってことを改めて思い知ったような。それはちょっとね、藤田魅力でもありますもんね、しっかりね。そうなんですよ。それで若手をしっかり育てられれば。はい。うん、なるほどね。はい。そして、このチームの最大の魅力、一番右ですね。はい、右でございます。まあ、残るでしょう。森島、大石、うん、吉平の3人が、うん、まあ、残る可能性は高いんじゃないかとは。看板ストライカーですからね。そうですね。まあ、ただ唯一怖いのは、うん、まあ、若手のフォワードである吉平選手がロックオンされるだろうなと思います。あら。やっぱり今年9月でしたっけ、ええ、J3 の J リーグとしての、MVP にも輝きましたから、はい、うんうんうん、そういう選手を一つ上のカテゴリーがほっとかないだろうってのはちょっと思うところ。なるほどね。ですね。でももしそうなってしまってもその代わり今年、うん、清水エスパルスから平塚選手をレンタルで獲得してるんですけど、うん、なかなか今年は、試合の出場なかったですが、はい、来年もレンタル継続とかにしちゃって、うん、で彼をこう育て上げていくっていうのも一つ面白そうかなというところではなるほど。はいはいはい。まあ、やっぱり静岡にはチームが多いですから、うん、うまくね、その清水とかジュビロとかともなんか連携し合って、こうね、出場機会のこう、それはでもいいですよね。ね、積んでいくっていうのはすごく重要なことだと思うので、うん、はい、やってっていただけたら面白そうだなと思っております。わかりました。吉田選手を自分が動物に例えるとっていう質問に、ライオンの赤ちゃんと答えてます。おぉ可愛らしいですね。赤ちゃんがつく、ね。そうですね。でも、牙を剥くときは剥くよっていうね。そうですね。ということでございますね。うん。楽しみでございます。ございます、はい。残りシーズンも注目でございます。藤枝舞 FC 先生にね、台所事情表、このようなポジション、分布だと、年齢分布だというのを聞いていただきました。来年以降どうなるでしょうかというのも含めてお楽しみいただきましたでしょうかということでございます。はい。はい。水戸サッカーアカデミーチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。明日も聞いてね。ありがとうございました。ありがとうございました。井上真央でした。ノーミルク佐藤でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。